カクカクしかじかなんやかんやありまして、10万突破。そして、北谷南節さんですかね。ちょっと存じませんので。かわいい、やったー。俺は茶炭なきりだよ。元は料理包丁だって説もあって、こんな名前なのさ。思った以上に男ボイスだったわごめん、かぶっちゃった。はいさーい。俺の知ってる数少ない、うん、沖縄の言葉の一つだな。あとわかるのは、シーサーやいびーんと、ああ今から行ってくるだ。あとはサーターアンタギーと、あとなんだろうな、沖縄の言葉、クルサリンドは知ってる。うん、あとホーミーぐらいだな。うん、難しいよね沖縄の言葉。あ、違うこれやらかすの何回目だ、もう114,514回目かな、この中に入ってるぞと。千代金もすっかりカンストしちゃいましたね。多分みんなこのイベントでカンストしてんだろうな元気値めっちゃうまいし。はい、チャタタンチャタタンナーキーリと。戦い行かないとダメかい。お、そうだな担当だからね。どこのステージで行くかな。あ、そして警視取りました。かわいいな。いいよな、このマロ眉まではいかないけど短い、これいいよね。目が綺麗だ。うん、布が綺麗だ。またこうやって指の角度、これこの角度ね、地味にこの右、こういう説明できない、あの指をさ反って角度つけて、あー大変ジョジョ南部かの単行本の表紙にこういうのあったな、地味に難しい指とか。あとはあのルルーシュの顔の半分隠すあの指とかも、あれもさ、あれ辛いよねなんて指してやがるっていう。左手どうなってんだろう。水の中は得意なんだけど、陸の上じゃさっぱりなんだな。これが、これ上着さ羽織ってるの取ったらさ、すごいセクシーな格好になるんじゃない。水の中離れた場所を切る、ないない、そんな力あったらもっと強いって。そういう逸話があるのかい。あのよくあるじゃん、何かを着たら同時に何々も着れちゃったとか。うん、そういう系で、えいって振ったら、うん、遠く離れたラーメン大好き小池さんの丼が割れたとか、なんかそういう逸話あるのかね。命を奪うよりも火事の方をやらせてよ、血生臭いのはもう。それはあれかい、料理とかそっちの方かい。あのカーンカーンのこっちの方かと思ったけど命を奪うよりも。よし、じゃあどこ行こうか。じゃあまあ行ってくるか。うん、担当だから1の2あたりで。お、ちょっと見てきてくれよ。あー、かわいい。いいなこの表情、キリムって顔にも見えるし。いや、あんまり自信ないんだけどね。ここか。頑張れ、やったな。当たれば切れるよ、当然かなんか爽やかになったね、ちょっと。切っ先の角度、担当でこの切っ先の角度がなんか珍しく感じるな。まだ継承までしか行かなかったけども。ありゃ、俺が一番頑張りすぎた。そうやね。やった、臨時収入とはね。なんかこのトーンで喋ってると、よし、こいつ片付けたら終わりだな。お、ちょっと見てきてくれよ。世紀末リーダー伝たけしのさ、あのまあ作者が島袋先生がさ、そっちの言葉をよく使うからさ、たけしもそういう感じで喋るじゃん、なんとかさーとか
それぐらいのトーンに聞こえるな。いや、あんまり自信ないんだけどね。重症までいっちゃいそうだな、この感じだと。おいおい、これはやめろ。ペロ。これ以上は抑えられないぞ。あ、やめろって言ったのか。当たれば切れるよ。当たれば切れるよ。てっきり当然か。下舐め釣りを所望したのかと思ってしまいましたが。当たれば切れるよ。当然か。同性であるのは承知しておりますが、まあそこまで頼まれては私としてもやぶさかではないかなと、そう考える所存ではありますでございますで、ヤンスが。ありゃ、俺が一番？あまりにも異常なコメントに、どうやら視聴者たちもありゃーとなった様子だ。なんくるないさ、こういうこともある。あ、その言葉も知ってる。ヤンバルクイナーってやつね。うん、見えてはいないか。まあ見えたらね、うん、いろいろ審査が通らなくなったりとか大変だからね。さらにこの子も見た目が女の子っぽいから余計になんかありそうだもんね。いいなこの半目じゃないけど。あ、このしかめっ面のような眉毛のこの角度いいっすね。なんくるないさ。すぐに出てくれてありがたかったね。背が低くならないといいんだけどね。あー、すってね。あとは折れて、うん、擦り直したりとかして変わっちゃった子もいるからね。それ以上ちっちゃくなるの？それとももともともっと長かったとこなのかな。じゃあチャタンとなんかあるかな、手合わせとかかな。あるとしたらまあわからないけども、とりあえずまた何かあればまたの時に見ればいいと思うので、うーん、チャタンとね、じゃあみだれちゃんと、うん、ちょっと可愛いコンビで行かせてみよう。大丈夫かな、あの女の子に見えるポジションがさ新しいの出てきちゃって内心ちょっと焦ってきてない？大丈夫？そうそう、こういう仕事が俺には向いてるんだよね。おう、やっぱり沖縄勢、うん、千代金もそうだけどもそれ系のいいシャツだね。うん、似合う似合う。ああ、この何なんて言うんだろう、数珠じゃなくてアクセサリー、かわいいね。ああ、畑仕事なんてやだよ。とりあえずこの花畑のあれな、雑草通りからな。どこまで広がるんだと。買い物かい？じゃあ俺もついてくよ。なんか買ってあげようかな。何が喜ぶかな。うん、ラフテーとか買ってあげればいいかい？おお、新顔のお目見えかな。とりあえず普通に真面目な子っぽい印象だね。どれどれ、見せてみ。見てみて。俺は茶炭なきり。長きにわたって磨かれすぎちゃってこんな姿になっちゃったんだな、これが。なんか階段じみた伝承があるけど、ないない、あれは作り話だから。本当はあれかい、13キロぐらいあったけども、どんどんスリ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 ってしたらここまで短くなっちゃった。あ、靴かわいい。なんだこれ、ちょっと拡大しないと分かんないけども、なんかすげえおしゃれな靴だ。膝当て、これもなんか由来の、うん、模様とかなのかな。このポンポンかわいいよな。インナーだけの姿見たいよね。どうなんだろう、ここまでであれかな、ノースリーブとかなのか。服はここまでで、このベルトで肩のとここうやって引っ張ってるだけ。いや、そんなことはないだろう。うーん、でだいぶダボっとしたハーパン。あ、でも結構さ筋肉あるね。傷とか陰影の具合かな、なんかだいぶ。いや、でもうん、ふくらはぎもそうだし、ハムストリングスはどうですかね。バランスで考えるとだいぶ足長だね。スタイルはいいと、ちっちゃいけど指かわいい。なんか背中とかカリカリしてほしいね。かゆいとこ。そしてアホ毛もちょっとあったと。うーん、まあ大事なところは見えないようにと。真剣必殺のポーズ、あー、かわいい。これはもうこれ一番女の子っぽいですね。
ここってあれかな、引っ張ってるだけなのかな、なんかちょっと刈り上げっぽくも見えるけども、内側あれですかね、ツーブロしてますかこれは血ですね、うん、間違いなく血ですね血ですね大事なことなので数回言いました。あー、この左手かわいい。指はかわいいな、まん丸としてて。チャタンナキのワンポイントアドバイスいいなあ。なんか余すとこなく全画像いい感じですね。かわいい。これはなかなか、うん、ヒットする人も多いんじゃないですかね。まあちょっとね、格好は格好だから仮装の方は女の子に任せるとしよう。あれかな、ちょっとめくっただけでこのデコって感じがね、いいですね。あとはちょっとツイートを眺めてって感じかな。一部デザインの変更。あ、そうなんだ。なんかあったのかな、ちょっと間違いというか。あ、このね、浴衣系、今多くなってますよね。顔の感じがそのままってことは、そのままゲーム内に実装で、お着替えができるとか、そういう感じなのかね。そういう服装チェンジは、うん、ありがたい。あ、みだれちゃん、いいね。最初ね、誰のだっけ見たとき、なんか、ちょっと雑コラ感があったけど。なんかみだれちゃん、妙にフィットしてるね、これ。あ、着たくもいい。うん。似合うよ、その浴衣。水着って言いそうになった。水着だった場合、みんなどんな水着を着るだろうね。まあ、みだれちゃんは普通にビキニとか着るだろうけども、第1回、担当以外で、ビキニパンツじゃないぞ。女の子のビキニの水着を着せて似合いそうな刀剣男子選手権。ひどい。まあ、綺麗めの人が似合っちゃうんだろうけどね。こんな筋骨隆々なね、あたりを着せちゃうと。あ、でもね、脇差し系は、まあ、着れちゃいそうだね。でも脇差しまでね、省くと、ちょっと、だいぶ減っちゃうと思うんで。明石着れそうだね。君は何も言えない。あとは、なんだろう。パンツ系かビキニパンツ系かで分かれるだろうけども、あ、ふんどしはなしね。それ系になっちゃうと、もうこういう和風なだからね、みんなふんどしありになっちゃうから。そのあくまで、ね、なんだろう、今風というか、そっち系の水着で考えておこう。きっこも割といいんだろうけどもね、まあ、君は脱ぐと跡が出るんで、ちょっとあの、大衆浴場に行かない方がいいと思うんだ。大衆浴場ってあれか、お風呂か。海水浴場とかそういう。ダヤには結構行けそうだね。赤シューは似合うだろう。いや、あ、でも、いけちゃうだろうな。困ったことに。あと、堂々と着るぜと、恥ずかしがりながら着るぜとね。お兄ちゃんも割と着れそうね。まあ、やっぱ、女顔の人は、着れそうってとこありそうだね。ふとくんいけるでしょ。あ、ダメだ、担当だ。絶対似合わなそうなあたりだと日本語とかもあー、お父さんはいけそうですね。で、次郎ちゃんはね、こういう装いだから、まあ着るだろうなって思わせておいて、実はあの、なんだろう、あのピッチリしたあのサーファーの着るようなやつ、あっちだと思う。多分太郎次郎は、うん、なんかボディーボードとかサーフィンとかね、そっち系をやるスポーティーな格好をしてそう。なんかアハがパシャパシャって遊びじゃなくてね、ガチでね、結構そういうことやりそうだね。真面目な顔のあたりは似合わなそうだね。あずきとか。ねねきさて、妙な話で最後にお茶を濁したところで、これにて今回の動画は終了。イベントはまだ期間あるんで、ゲットできてない人、ぜひ、チャタンナギリ獲得してください。といった感じで、また次回。